S2004S29 は土星の第60衛星である。2019年10月8日に、スコット・ S ・シェパード、デビッド・ C 11・1 1とジャン・クレーナによる観測チームにより、小惑星センターのサーキュラーで発見が報告され、S2004S29 という仮符号が与えられた。観測には、スバル望遠鏡及び、ケック望遠鏡が用いられ、 2004年12月12日から2007年1月17日にかけての観測で得られたデータ中から発見された。発見報告が2019年であるにもかかわらず、カリフ号が2004となっているのはそのためである。なお一連の観測では、合わせて20個の土星の新衛星が発見されている。2021年8月10日に小惑星センターが発表した。 小惑星解放、MPC133821 にて、サターン LX という確定番号が与えられた。推定直径が 4km の小さな衛星である。軌道傾斜角45度の巡航軌道を持ち、イヌイット軍に属する。軍に属する他の小さい衛星と同様、この衛星は、かつての大きな、母天体が衝突によって破壊された、際の破片である。 可能性がある。S-2004S-29 を含む20個の新衛星の発見報告と同時に、これらの衛星の固有名を一般公募することが発表された。この衛星はイヌイット軍に属するため、イヌイット神話に登場する巨人にちなんだ名称が与えられることになる。公募は2019年10月7日から12月6日にかけて行われ、 その後選考を経て名称が発表される予定である。なお同様の衛生名の一般公募は、シェパードラが2018年に発見した木製の衛星に対しても行われている。ありがとうございます。